すでに勝ちは見えておる。早く見つかったね。信草は先行しすぎておらんだろうか。武田軍はもはやここまで。ひるむな。敵の前方を突き崩せ。しまった。備えを怠るとは迂闊だ。体勢を立て直すまで救援願いたい。武田の動きがこうまで早い。ここで無理に押すべきではなかろう。おい、体勢を整えぬままの遭遇戦ではやがて我が方に不利となります。さすがは武田、立ち直りが早い。やはりこのままでは崩されかねん。今はお引き合い。皆、何があろうと殿をお守りせよ。引き始めたか。妥当な判断だな。家康はここで打っておきたいところだ。このままうねうねと引き下がれようか。ここまではたやすい。武田を阻む壁とならん。一丸となってここを守るのだ。開門。蹴散らして進むしかあるまいが、なかなか難儀な相手のようじゃねえ。兵の端々まで指揮にかかる家康とはそれほどの勝負か。忠説は買うが、まともに相手はしきれん。早々に終わらせる。武田の底力か。ひるんでなるものか。これより撤退する。みんなすまない。申し訳ございません、親方さん。家康めには逃げられてございます。仕方ないね。徳川の残党を片付けつつ、家康の後を追えよ。殿を送り届けたら直ちに戻る。皆、それまで持ちこたえよ。見えている。再開しようか。開門。武田を仕留める。そこまではたやすい。総大将さえ打ち取ればよい。任せておけ。開門。どうにか援軍は間に合ったようだ。見えているぞ。ドンピシャですな。さすがは若。親方様は必ずお守りしますぞ。影に動きを読む。
敵ではないな。どうだろう、正行。徳川家臣の忠誠は並ならぬ様子。あなたには危ういでしょう。そうか。心してみるか。しくじったか。あれが徳川の真意。服部人形か。無駄のある相手だな。開門！何するものぞ。我が命に代えてもここは守り通せ。その手の向上にも飽き飽きした。早々に型をつけさせてもらうぞ。元忠殿、お待たせいたした。共に武田を打ち払いましょうぞ。我ら三河武士、殿の御爪とあらば命など惜しむものではない。この連中は、ここを抜かれては殿の御身に危険が。我が身がどうなろうと断じて通さぬ。さすがは武田、ここまで。だがこれ以上は進ませぬ。三河武士とは無粋なことであるが、一度舞台から降りたにもかかわらず舞い戻る。敵将軍討ち取ったり。さて大詰めじゃん。開門！止まれだ。この本田平八ある限り殿のもとへは断じて行かせぬ。やれやぶを続いたら蛇どころか鬼が出てきた。処理条件変更。ここが踏ん張りどころぞ。まもなく体勢を立て直した味方も戻ろうぞ。やれやれ、さすがにうんざりしてきちゃった。小細工など無用、正面からかかってまいれ。敵将軍討ち取ったり。家康には逃げられたか。とんだ骨折りじゃったね。されど武田の武威を示せました。もう一押しすれば徳川の抵抗もやみましょう。